に効果的なツボシリーズ第6弾です。今日紹介するツボは、以前にも紹介したことあると思うのですが、合谷というツボです。こちら非常に、有名なツボになりますので、皆さんもご存知かと思うのですが、ツボの見つけ方としては、人差し指の手の甲側の骨の、この出っ張った骨からこちらの出っ張った骨のちょうど間になります。まあ大体、親指と人差し指のこの間のところに取っていただければ問題ないと思います。合谷はですね、首から上のいろんな症状に、効果があると言われているのと、あとは顔のむくみとかにも効果的です。花粉症の症状としては、目のかゆみやかゆみにも効果的ですので、反対側の手で親指と人差し指で挟むようにしてツボを使用していただければと思います。ぜひ使ってみてください。